はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介しています。でこれまでに450冊以上の本をこちらでレビューしてきましたけれども、紹介しているジャンルや内容についてはチャンネルページに再生リストが作ってありますので、そちらからご覧いただければと思います。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本はこちらの学力をつける100のメソッドというタイトルの本になります。でこの本は著者である影山秀夫さんという方と和田秀樹さんという方が、対談形式というか、お二人がそれぞれ答えを、何か質問に対して答えを出すという形式になっているんですけれども、影山さんが、先生かなで、和田さんが精神科医を、されているそうなんですけれども、確か和田さんは、塾の、活用の方法とか、そういった勉強方法についても結構定評のある方だそうです。で、そのお二人がですね、主に小中学生ぐらいですかねの、子供を持っている親であったりとか、その子供たちが持っている疑問に対して、回答していくと、100個の質問に対して回答するというところですね。例えば、算数で考える力をつけるには、漢字を覚えやすくするコツは、どうしたら記憶力が良くなりますか、褒め方叱り方でいつも迷います、こういったような内容ですね。で、中身には、例えばそのこうすれば学力がつくといったような、内容では算数、国語、社会、理科、教科全般というような、個別具体的な話もありますし、子どものやる気の出させ方、学力を低下させる行動を防ぐためのメソッド、生活リズムの改善方法と、あとはさらに子どもを伸ばすためのメソッドというような内容になっています。で、内容はですね、実は結構当たり障りのない内容も多いなということを、ちょっと感じてしまったこともありましたし、あとどちらかというとですね、自分自身がですね、勉強をそれなりにしてきた方ですので、どちらかというと、前向きに勉強には取り組めてきたかなと、そういう自分の人生の中で、何かこうすべきだったというふうに、勉強して理解していること、学んで身につけてきたことが、書かれてたので、ちょっと自分の中で、引っかかりが少ない部分は、ありました。そんな印象は持ちました。ですが、いくつか面白いなと思ったところ、今日は3点ですかね、ご紹介をしていきたいと思います。でまず1点目ですね、その子供をやる気にさせるメソッドというところ、子供をやる気にさせるにはというところで、影山さんはまずいい成績を取らせると、これは重要なことだと思うんですけども、何か1個やっぱちっちゃい成功体験があると、成績が伸びてきます、やる気が出てきますということですね。で、それに対して和田さんはどういうことを言ってるかというと、お父さんが勉強している姿を見せなさいということを言ってます。こちらがやっぱり重要かなと思って、私自身もずっと感じてるんですけども、最近の心理学の世界では、動機づけは環境に左右されると言われてますと。で子供の場合は特にその傾向が強くて、周りの友達がゲームとかテレビの話しかしない環境だと、勉強しようという動機は生まれてきにくいということが書いてあります。で、家庭でもですね、例えばお父さんも一生懸命勉強している、お母さんもいつも本を読んでいる、お兄ちゃんも勉強していると、大人も子供も勉強するのが普通なんだというような環境だと、子供はやる気を出すと、やる気を出すというか当たり前のように勉強するということですね。で、これは非常に重要な指摘だなと思ってまして、私自身ですね、ずっと感じていたこととして、大人って、勉強しなさい勉強しなさいって先生もそうですし親も言いましたんで、私の親はそんなにそういうことを言う方ではなかったんですけども、やっぱり世間一般で、子供は勉強しなさいとか、勉強が子供の仕事だとか、勉強しないと大学に行けないとか言うわけですよね。で言うんだけれども、そういう周りの大人っていうのは、じゃあいざ何か算数を教えてくれって言ったら、いやもうお父さんやお母さんは昔に勉強したから忘れてしまったよとか、そうやってこうはぐらかしたりとかですね、先生もわからないっていう人も中にはいましたし、やっぱり世の中テレビを見てもですね、サラリーマンなんかは勉強しているようにはとても見えないと、そういったところにちょっと疑問を持ってたことがあって、やっぱりですね、自分の、言われていることと周りがやっていることっていうのが一致しないと、その言動の不一致っていうのがあるとですね、やっぱり子供、子供といってももう5歳とかで気づくと思うんですけども、何かおかしいなって、これはずるいんじゃないかって思うと思うんですよね。で、そういうことを自分の子供にはさせたくないなと思っていて、自分自身もですね、もちろん忙しいとは思うんですけれども、子供が何か受験期になったら、やっぱり自分も一緒に受験勉強を多少でもしてみると、で子供が苦しんでいる内容に対して、自分も目を向けてみる、またそれに対して勉強すればできるんだっていう姿勢を示すと、そういうことをしていきたいなと思ってたので、この内容非常に重要かと思います。で、私自身も今こうやって本を読んでますけれども、お父さんお母さんがですね、漫画しか読まない、テレビゲームしかしないというような
状況だとやっぱり子どももですね、正常な状態がそれだと思ってしまいますので、まあ、子どもの前では特に、まあ、自分も本を読んでる姿を見せて、そして家に本がたくさんあるという環境が、まあ、普通であるというような家庭にしてあげたいなというふうに思ってます。もちろん本さえ読めばいいというわけじゃないんですけれども、まあ、重要だと思ってますのでそう思っています。はい、ちょっと長くなってますけど2点目ですね。で、子どもをやる気にさせるというところから、まあ、勉強しなさいと繰り返し言っても大丈夫ですかというところですね。で、まあ、影山さんは低学年には一緒に勉強しようよと言った方がいいという提案をしてるんですけれども、それに対して和田さんは子どもにはある種の強制も必要ということを言ってます。で、私、まあ、ここもですね、その和田さんの方に、まあ、賛成というか面白いなと思ったんですけれども、まあ、子供の将来のことを本当に考えていれば親として勉強しなくていいよなんてことは口が裂けても言えないと思いますと。で、まあ、これ別に勉強じゃなくてもいいと思うんですけど、スポーツがすごく得意な子供だったら別にスポーツを頑張りなさいって言えばいいと思うんですけども、まあ、少なくともまあ努力しなくていいということはまあ言うべきじゃないと思いますけれども、で、まあ、子供のことを思うからこそ勉強しなさいというのであって、まあ、親が子供に勉強しなさいというのは当然のことだと思いますと。で、子供には大人の言うことを聞かせるある種の強制力が必要だと私は考えていますと。で、そうでないと世の中に出てから全く我慢のできない子になってしまう可能性もあります。世の中に出れば嫌でも上司の言うことを聞かなければいけません。そこで嫌ですなどと言っていたら会社をクビになりかねませんと、まあまあ、はっきり書いてありますね。私自身ですね、どちらかというと原理主義で、ね、的なところがあって、強制されてやるべきじゃないとか思ってたんですけど、まあ、実際に社会に出てみるとですね、やはりここに書かれている通り、まあ、嫌でも上司の言うことを聞かなければならないと、まあ、会社だからねっていうようなことってあると思うんですよね。まあ、ちょっとそれで気になったというか面白いなと、まあ、自分自身反省も含めてですね感じたので、まあ、ご紹介しました。で、最後3点目ですね。ここは子供をさらに伸ばすためのメソッドというところで、子供に絶対に教えておかなければならないことはというところからご紹介します。で、影山さんは我慢して自分に打ち勝つことというふうに言っています。で、和田さんは負けん気の強い子に育て何度もチャレンジさせるということを言っています。これ内容自体はまあ近いと思うんですけれども、まあ特にまあ共感を持ったのが、まあ、和田さんのですね、テストの点が悪い時に自分は頭が悪いんだなどと思ってしまう子がいますが、そのように思わせたら大人の負けだと思いますというふうに書いてあります。で、まあ、この方の経験からだと、もともと頭が悪くてできない子っていうのは、まあ、いませんでしたと。で、じゃあ何が悪かったのかというと、勉強のやり方ですと。勉強法を変えることによって大抵の子は成績が飛躍的にアップしました。結果が出ないのは能力がないのではなく、やり方が悪いんだ、だからやり方を変えてもう一度チャレンジしてみようと思わせることが必要だと思いますというふうに言っています。で、これを思考力と呼んでいますというふうに書いてあるんですけども、これはまあやっぱ結構大事だなというふうに思いますね。で、私自身も決して、まあ、すごく頭がいいとか頭の回転が速いとかそういうわけではないんですけども、やっぱり日々努力をすることによって少しずつ自分の能力が、まあ、開発できているという実感はありますし、もちろん比較をすればですね、自分より素晴らしい方っていうのはいっぱいいるんですけども、まあ、自分と同じくらいだった人が、まあ、あの人はサボってるなと。で、自分は今1年経ってみて2年経ってみて3年経ってみて成長しているなというふうに思うこともまあやっぱり一方であります。で、まあそういった、こうなんていうのか、成長を実感するためにはですね、やっぱり自分の可能性を信じて、まあ方法がまあ 100% うまくいってない場合もあるし、まあ、50% ぐらいしかうまくいってない時もあるし、いろいろ状況あると思うんですけども、まあ、自分の可能性を否定するんじゃなくて、じゃあその方法が間違ってるんじゃないかっていうふうに疑って、まあ、変えてみる。で、そのトライアンドエラーを、まあ、ずっと繰り返すことによって、まあ、モチベーションを保ちながら成長を繰り返すことができるなということを、まあ、最近すごく感じてますので、まあ、とにかくですね、その、まあ、やり方が悪いんだという捉え方をして、まあ、諦めずに、まあ、チャレンジをさせるということは重要だなというふうに思っています。はい。で、まあ、今日3点ご紹介しましたけれども、ちょっと内容がですね、まあ、私の興味のある、まあ、教育とか、まあ、学ぶということについてだったので、ちょっと自分の個人的な意見をまあ、交えながらお話をしましたけれども、まあ、やっぱり定期的にこういう本を読むとですね、まあ、教育とか自分自身の学習について、まあ、新しい考え方とか違った考え方ができていいなというふうに、まあ、改めて思いました。はい。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンの方いただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。今日は以上になります。ありがとうございました。